の笛吹き男は恐ろしい。こんにちは、ゆるふわチャンネルのみのりちゃんです。今日もご視聴くださりありがとうございます。実話だったカーメルンの笛吹き男。童話で有名なカーメルンの笛吹き男を皆さんはご存知ですか？実は700年以上前にドイツで起きた事件が元になっています。この事件、実際に一人の男が130人もの子供たちを誘拐したとされる奇妙な事件なのです。1284年6月26日に実際にドイツで起こった児童集団失踪事件を元にしています。色とりどりの衣装で着飾った笛吹き男に130人のハーメルン生まれの子供らが誘い出され、丘の近くの処刑の場所でいなくなったと記録されています。ハーメルンの笛吹き男とは、この童話の内容を簡単にまとめると、ハーメルンでネズミが大量発生し、困った町長が笛吹き男に退治を依頼します。成功報酬を約束の上、笛吹き男が引き受け、笛を吹いてついてくるネズミを近くの川で溺死させ退治成功します。しかし金が惜しくなった町長は文句をつけて支払い拒否。怒った笛吹き男が笛を吹くと、今度は子供がついてきて、町中の子供130人が騒然と消えるというゾッとするようなお話です。事件の真相。子供たちが失踪した後、目の見えない子供と喋れない子供の2人だけが戻ってきたとされています。一体何のために笛吹き男はこんなことをしたのでしょうか？死体が見つかったという記事もありませんでした。まさに日本でいう神隠しです。子供たちの行方。実際に起こった実話だということは分かっているのですが、その後の子供たちの行方は結局わからないまま。しかし当時の情勢を重ねて、いくつかの仮説があります。自己説。当時の6月26日はヨハネとパウルの日というお祭りがあった日でした。この祭りでは山に火を灯す習慣があり、子供たちは大人の真似をして山に登ったが、夜道だったため行列で歩いている最中に足を滑らせ、底なし沼に転落したという説。伝染病仮説。子供たちは踊りながらという文章が含まれていることから、当時のハンチントン舞踏病ではないかと言われていました。しかし1284年の伝承は非常に古くから生活に記録されていますが、伝染病説に関しては1300年代の記録が見当たらないため、可能性は低いとされています。開拓者説。東ヨーロッパの植民地で彼ら自身の村の創建者となるため自ら出て行ったという説。諸説ありますが、子供たちは町の南側から出て行ったという説や、トランシルバニアの創造主となったという説もあります。130人の末裔。多くの学者が仮説を出していますが、700年以上前の話ですし、今となっては真相を明らかにするのは難しそうです。実際に真相を明らかにしたとしても、消えてしまった子供たちは
生存しているはずありませんから立証のしようがありません。ただトランシルバニアにはズイベンビルゲンという町があり、古いドイツ語を話すドイツ系ルーマニア人が暮らしており、この人たちの祖先が実は消えた130人の子供たちの子孫ではないかという話もあります。いかがでしたか？今の日本では考えられないような事件ですが、実際に起こった事件ならばこれを教訓にして今後に生かしていけないものかと切に願います。皆さんはどう思いますか？コメントお待ちしております。この動画がたくさんの方に見ていただけるように動画の拡散を希望しています。ご協力いただける方は最後にグッドボタンを押していただけたら幸いです。チャンネル登録もお待ちしております。最後までご視聴いただきありがとうございます。